2024年6月11日、北1マ枚ワールドカップアジア二次予選でシリアを5対0で下した日本の戦いぶりをどう評価すべきか。中村役母のチャンスメイク、鎌田の相馬へのスルーパスなど素晴らしいプレーはいくつもあった。ミャンマー戦に続き採用した3-4-2-1システムについては、どうやす、富やす、南野らが、やりやすかった、と証言しており、 そこからは悪くない内容だった点も理解できる。5-0という結果も申し分ないが、とはいえ安易に最終予選も3バックで戦うべき。とはならない。すでに二次予選突破を決めたシチュエーションでのミャンマー戦とシリア戦はテストマッチに近かった。だからこそ、評価が難しいのである。そもそも評価すべき試合ではないのかもしれない。この日3、4、 2-1システムで2シャドウの一角を担った久保が、本当に強い相手とやらないと3バックが正解かはわからない。と言ったように、南野や富安なども、今日は相手が相手、というニュアンスのコメントをしていた。試したことに価値がある、という久保の言葉は最もであり、それ以上でもそれ以下でもない。3バックのオプションが加わったという程度の感覚がおそらく正しく、 3バックと4バックのどちらが最適とかと現時点で考えるのはナンセンスだ。パリ五輪後には U から23日本代表の選手も改めて競争に加わり、三笘や伊藤が復帰する可能性もある。ワールドカップの最終予選までまだ2ヶ月以上あるのだから、メンバーの入れ替えもあるだろう。シリア戦で活躍したからといって、それが最終予選のメンバー入りを約束するものではない。 最終予選といえば、過去2大会のワールドカップではいずれも初戦を落としている、しかもホームで。最終予選が開催される9月はとりわけ、シーズン開幕直後の欧州組にとってコンディション調整が難しい時期になるだろう。システム云々よりも、そのシチュエーションで選手をどうベストの状態に持っていくか、その手段を最優先で考えるべきだ。いずれにしても、 指揮官として前回大会の最終予選を経験している森安監督が過去の失敗を糧にどう修正するか。最終予選の組み分け次第なところもあるが、個人的には今、その点に最も興味がある。取材、モンクロ丸白鳥和弘、サッカーダイジェストテレビ編集長。